キルヒアイスがいないのが残念だ。あなたが生きていらしたらきっとおいさめするでしょう。あなたが生きていらしたら。そのキルヒアイスが生きていれば、今回の疾病きっとローエングラム校をおいさめしただろうな。ジークフリード・キルヒアイスが生きていればか。昨年イゼルローに見えたキルヒアイスってとこも立派な方でしたわ。ああ、戦う相手同士の偽善だと言われるかもしれないが、彼ならば同盟と帝国の共存のための架け橋になってくれたかもしれない。それにしてもキルヒアイスってとこが健在なら、私などが出しゃばる必要はないのだけれど。新しい時代とは新しい不和をもたらす時代なのか。ジークフリード・キルヒアイスが生きていればこんなことにもならないものを。なぜ奴はいつも俺が完全に勝とうとする時に現れては邪魔をするのか。キルヒアイス、お前がいてくれたらヤン・ウェンリーなどに白昼の横行などさせぬもの。お前が生きていてくれたら私はこんな苦労をせずに済むのだ。お前に遠征軍の総指揮を取ってもらい、私は帝都で内政に専念していられるのに。世の中はもっと強大な敵に満ちていてよいはずなのに。お前が生きていたらもう少し俺は自分の赴く先を見つけやすかったはずなのだ。キルヒアイス提督が生きていらしたら、私がこんなに出しゃばる必要もないのだけれど。ジークフリード・キルヒアイスが生きていたら、こんな形でイゼルローンを再び失うことはなかったかもしれんな。その通りだ。キルヒアイスが生きていたら、あのオーベルシュタインが下り顔で軍務を宣断することもなかった。キルヒアイスが生きていたら、あのジークフリード・キルヒアイスが生きていたら、カイザーとロイエンタールのもつれた糸を解きほぐすことができただろうか。もしジークフリード・キルヒアイスが生きていたら、こんな不愉快な人事とも無縁でいられただろうよ。いい奴ほど早く死ぬ。それにしてもジークフリード・キルヒアイス元帥がご健在なら、遠征軍司令官なり国務少将なりどちらかをお任せになられるのに。